お願いします。はい、じゃあ、まあ、1時間で作ったと感じるんですけども始めたいと思います。まあ、収穫祭ということで、お前が一体この1年間というか2年間というか今までというか何やってたのかという話なんですけども、まあ、去年も話したような気がするんですけど、こんなことをやっておりましたと。で、今まで統合 TV アップロードってどうしてたんですかっていう話なんですけど、まあ、ここに家畜がいまして、家畜がこう MOV ファイルを、まあ、サーバーと、まあ、ヨーツベとに、まあ、こういう方法で上げて、まあ、動画説明文は、まあ、クリエイティットでは本当はないんですけど、統合 TV のホームページのところに直接書き込んでいましたよというのが、まあ、今までのアップロード方式だったわけですよ。で、去年の計画としては、まあ、ここ今まで何だったかというと、こういうのでなんかいろいろ立たなきゃいけなくてめんどくせえって話だったんですけど、まあ、ここがグリーンになったら嬉しいなという話でした。で、去年の予定、まあ、去年の収穫祭の段階ではこんな感じの予定だったんですけども、なんかだんだん途中で話が変化してきまして、なんか気がついたら統合 TV クリエイティットがこっちやねん、こっちを見るようになって、なんかようわからんことになって、まあ、それと自分の本業とこう兼ね合いでなかなか来れないこともあって、これに気づかないまま、俺は頑張ってここを作っていたというのが、この1年間の話なんですけども。で、まあ、とりあえず少なくとも去年のこの段階の目標と文字で書きますと、ここで、まあ、ウェブブラウザから MOV ファイルを持ってきて、まあ、サーバーに SCP で転送するだけの簡単なウェブアプリだったんですよね。で、去年の、まあ、同じ発表をしまして、またその話したいって感じなんですけど、まあ、ちょっとここで、いかがみの訂正がありまして、まあ、去年の収穫祭で、今までの TV をアップロードしたって言ったんですけど、まあ、作者の都合に気づいていないことを、まあ、ここで言ってみたいと、まあ、お詫びを一回挟んでおきまして、はい、で、まあ、今後、この仕事がどういう方向に向かっていくのかの話をちょっとしていきたいと思います。で、ちょっと今話があったんですけども、今後の牧場が、まあ、郊外に移転するみたいなことになって、まあ、これだと、まあ、統合 TV の制作環境が一新されるわけですね。で、まあ、家畜たちのためにこう、牧場に来なくてもアップロードできる環境がまあ必要で、計画が結局一新されてしまって、まあ、こういう中、統合 TV クラウドっていうものが始まるわけですよ。で、まあ、これのためのまあアップロードフォームとして、まあ、今までこう、ごにょごにょってなったのは、こういうふうに、まあ、違い、さっきのと比べてみると、だいぶ違うのは分かると思うんですけど、まあ、クリエイターはこう MOV ファイルを、今まで使っていたサーバーにはまあバックアップとして、まあ、取っておいて、まあ、基本的に移動つべに上げて、で、これが、まあ、クリエイティットとリンクしていますよ。で、動画説明文とかタグとキーワードは、まあ、Google ドライブのスプレッドシートに、まあ、テーブルとして追加されていって、これが、まあ、自動的に HTML を生成して、クリエイティットが勝手に更新されますよ、みたいな壮大な計画を、立ったのが、これが2週間前です。で、まあ、これは、まあ、おもさんと犬さんと一緒に、まあ、ああだもああだもこうでもないながら立てた計画なんですけれども、まあ、実を言うと、まあ、ここが結構いいっていうことで、まあ、Google ドライブのスプレッドシートの関数がいろいろこう、ごにょ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 できるということで、このサイトの情報処理と一言が書いてしまいましたが、実はまあ、この多分ですけども、この統合 TV クレジットのランキング生成とか、まあ、実はこっちの上でできるんじゃないかなという説がにわかに浮上してきまして、まあ、こういう形式を取らせていただいておりますが、まあ、引っ越しが今週末ということで、まあ、でもまあ、まあ頑張りましたと。で、まあ一応ここはできたと。まあ総合 TV にあげますよと。で、動画説明文も作者に書いてもらって、タグとキーワードも書いてもらって、まあなんとかここに行くまでもできて、で、実はここからここまで今グッてみると、ウェブ上にサンプルがあるので、実はすぐ実装できたんじゃないかみたいなことがあって、まあ、結論から言うと、まあ、進捗ダメだみたいな感じなんですけども、まあ、なんとかさっき書いたところのコードを GitHub に上げるっていうところまではこぎつけることができました。ということで、お願いです。GitHub からのフォークとかプルリクは歓迎しております。まあ、なかなかこう、1年間あんまり開発が進んでないですけれども、まあ、やりたいっていう人がいたら、別にこちらは非常に歓迎しておりますので、こういうので探してもらったら、わかると思います。ということで、まあ、自分のスライドは、まあ、これで終わりだということで、まあ、お話しいただきます。ありがとうございました。